出産のためにふるさとの福島へ帰っていた妻が原発近くの総合病院でその3月11日子供を産んだ。翌日無事にヘリで運び出されたが、私は一緒についていてやれなかった。それからいろいろあったが、なんとか乗り越えてきたつもりでいた。ちょうど2年目の3月、妻が子供と姿を消した。